オーデンバルトシューレは、ドイツヘッセン州、ヘッペンハイム郊外にある私立の寄宿制の中等教育学校。オーデンバルトシューレゲーテハウスオーデンバルトシューレのキャンパスマップ1910年、パウル・ゲヘープとエリス・ゲヘープにより創設された。ドイツでは、田園教育塾あるいは田園教育者と呼称されるタイプの学校の最も著名なものの一つ。2010年、 学校は1970年代から1980年代にかけて校長であったゲロルト・ベッカーが当時複数の生徒に度重なる性的虐待を加えていたことが露見し、厳しい社会からの避難にさらされた。オーデン・バルト・シューレは20世紀初頭の改革教育運動とのつながりの中で誕生した。この学校の教育理念は当初、 呂作学校の基本目標から取ってこられ、具現化した施策として、例えば、コースシステムの採用や学年ごとのクラス編成を廃したことなどがある。学校用地の買収や建物の建設にあたっては、エディス・ゲヘープの父であった、ベルリンの市参事会員、マックス・カッシーラーが資金を提供した。その後も彼がこの学校の貢献を務めた。学校は1920年代には、 国際的に注目されるようになり、1938年までは、イギリスやアメリカ合衆国など海外からの教師も、ここで教鞭を取った。1924年から1932年に、かけては、改革教育学者、マーティンバーゲン社員が、オーデンバルト州での教師陣の一員として教えていた。1934年、 パウルとエディスのゲヘープ夫妻は、およそ25人の生徒と数人の教師と共に、スイスに亡命し、そこでエコールド・フマニテという新しい学校を創設した。1939年、国家労働法次第が、国家社会主義の教育共同体の趣旨に反するとの、理由によりオーデンバルト州での接収を宣言する。第二次世界大戦後、学校の教育システムは、 大幅に改革された。1963年に学校はユネスコのモデル学校に選ばれた。今日、この寄宿学校は250人の定員を持ち、入学した生徒たちは6人から10人程度の小さなファミリーを形成して生活を共にする。およそ120人ほどのオーデンバルト州でのスタッフの約半数が授業や教育活動に従事している。 その他の人々は、清掃、営全、厨房、医療、管理などの業務に携わっている。1999年から、ホイットニー・スターリングがオーデンバルトシュレの校長に就任している。オーデンバルトシュレでは、大学進学のためのアビトゥア合格を目指すだけでなく、差し戻しや城前職人などの国家試験の合格で、学業を締めくくるといったこともできるようになっている。 もちろん情報技術者保や科学技術者保などの国家試験をアビトゥア試験と並行して目指すといったこともできる。2004年には実験棟にコンピュータ室と科学実験室が新設され、生徒たちにより一層の学習チャンスが広がった。2005年には生徒総会とオーデンバルト売れの運営会議が2005年、 2006年度には学校を全面禁煙にすることを議決した。その後、一部、校舎の隅に喫煙コーナーを残すことに落ち着いた。ありがとうございます。